別れてないって言ってるやんか、しつけえな、こいつ誰だよ。キャバ嬢ですか？違います。プロフィール見てください。人気ない女優やんで、誰目線、人気なんですけど。開示請求はね、あのね、弁護士さんにね、今頼んでます。何？表沙汰に出てこないで、誰の話？お前がじゃあ来んな。利用してないやん別に。言われても当然じゃないって、まあ、言われて当然じゃないじゃなくて、お前が言ってくんな。口調変わってしまって悲しい。いや、アンチが多すぎるから怒ってるんですよ。ダメなの？口調変わったら悲しいとか言われるん？普通にじゃあずっと作って喋ってなあかんのかな。じゃあ配信するなんて、じゃあお前見に来んな、消えてくれ。じゃあをじゃあって書くあたり育ちがわかる。いや、わかんねえよお前には。それで育ちがわかるって、お前は占い師か。サトルにはもっといい女おると思うやけどな。いやいや、ごめんやけど、私よりいい女おらんで。本人にまでそれ言ってんねんけど、サトルはそうやなって言ってたわ。